本日ですが、打ち合わせが入ってる人以外はフェアに来られたお客様のご案内に回ってください。はい。打ち合わせが終わった人も順次ヘルプお願いします。はい。それでは本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの日からずっと胸の奥がモヤモヤしている。無理だったら言って、すぐ辞めるから。おう、キスはダメだったね。突拍子もないこと言い出す割に中学生みたいに恥ずかしがってさ、なんか今までのイメージと違って面白いわ。もっと近くに来たら？見えた？俺の前では無理すんな。皆様お疲れ様でした。こちらにお座りいただいて、担当のスタッフの方から今後の詳しいご説明をさせていただきます。天木さん、こちらのお客様の接客をお願いできますか？はい、お願いします。ありがとうございます。上野様、はい、いかがでしたか？すっごく素敵な式場ですね。ありがとうございます。私は今まで見た中で一番好みだったな。どう思う？どれも同じに見えるけど。はい、こちらが当式場のプランになります。ご覧ください。お二人の思い出に合わせたイメージを加えて、海外リゾートや軽井沢などリゾート地でのオリジナリティあふれる挙式にすることもできます。他にもいろいろございますので、ぜひご検討ください。へえ、素敵だね。あ、俺も出るわ。あとはショーに任せる。ちょっと、休館なんだって。ごめんなさいね。いえ、どうぞ。さっきのフェアの参加者さん、めっちゃ可愛かったですね。うん、感じよかったよ、ね、仮契約もしてくれたし。さすが凛子先輩。あの、さっきチラッと待合室で話したんですけど、うん、婚約者さん大学病院のお医者様だって。見た目はタイプじゃないけどハイスペックで、結婚にはぴったりな相手だよな。やっぱり結婚しようとするカップル見てると思うよね。遊ぶ相手と生活する相手っていうのは別だって。いや、本当にそうですよね。江東区タワマン高層階在住。婚約者は大学病院勤務、27歳。同じ27歳なのに。私は今更気づいた。足りていないピースは一つだけではなかった。Thank you.
やるだけの相手を世間ではセフレと言うんだよ。行くなよ。冗談だよ。俺たちそんなこと言い合う関係じゃないし。落ちたよ。どうした？この人は私のパズルのピースをはめてくれる相手じゃない。なんでもない、ぼーっとしちゃった。火曜日休みなんだよね。次の火曜日空いてる？断らなかったんだ。これでいいんだ。これで。天木さん。ごめんね、休みの日なのにこんなとこ呼び出したって。いえ、とんでもないです。いつも納品せかしてるの私たちなので。あ、今日は時間を作ってくれてありがとう。こちらこそ、お誘いいただきありがとうございます。やっと天木さんと食事できて嬉しいよ。すいません、今まで仕事がなかなか片付かなくて。お腹空いてる？はい。じゃあ行こうか。あれ、天木チーフと檜山さん。あれ、休日出勤？ああ、取引先の社長の接待があって。あれ、お二人で何してるんですか？え、仕事の打ち上げ行こうとしてるところ。二人で？天木さんには色々と手伝ってもらったから。なんか怪しいですね。しか、ちょっと森くん、余計な折り方すんな。俺は天木さんと怪しまれるのは嬉しいからいいけど、天木さんに迷惑かかるから変な勘違いはしないでね。うーわ、絶対モテますよね。そんなことないよ。戻るぞ、森。あ、はい。お邪魔してすみませんでした。いいえ、全然。じゃあ、ごゆっくり。上坂さん。天木さん。うん。行こっか。お邪魔してすみませんでした。じゃあごゆっくり。すごい他人事のようだった。大丈夫？あ、はい。ねえ、上坂君と仲いいの？え？あの二人本当に打ち上げなんすかね。さあ、本人がそう言うんだからそうなんじゃないの？絶対怪しいっすよ。何が？俺、噂で聞いたんすけど、檜山さん、そーっと遊んでるらしいです。誰情報だよ。衣装部の可愛い子が、檜山さんと連絡先交換したって自慢してましたし、他の部の子も交換したって。うちで働き始めて、まだたったの数ヶ月ですよ。俺なんて3年いても一度もないですから。よりによって天木チーフと二人きりに。二人ってなんていうのかな、パッと目を引くから気になっちゃって。
全然仲良くないですよ。部署も違うし。ならよかった。上坂君とか手強すぎるもんな。檜山さんの相手になるほどじゃないですよ。え？俺褒められてる？はい。よっしゃ。今はこんな軽いノリで話してくれる方が上坂君の態度へのもやっとした気持ちを忘れさせてくれる。天樹さんって結構飲む人？そこそこですかね。今回はいっぱい飲める場所にしといたから。最高です。楽しみ。ちょっと天樹さん、お酒強すぎでしょ。そうですかね。もう同じペースで飲んでたらもう潰れそう。ありがとうございます。檜山さん頑張って。それだけ強かったら酔わされて持ち帰られたりとかしないだろうね。しないですね。やっぱり。じゃあ逆にこっちが潰れたら解放してくれんのかな。仕事としてなら。もう思った通り。手強くていいね、天樹さん。同じの。え、怖っ。そういう空気他のお客さんに移るから。客いないじゃん。お前がいるから来ないんだよ。じゃあ帰るよ。え、ダメダメダメ。売り上げ落ちたら俺がクビになっちゃうじゃん。悩み聞くよ。あ、待って、でも当てるわ。あの同期の天樹さんが上手すぎて童貞捨てる前に終わっちゃった。違うわ。あれ。あれ、じゃあ違うか。おい、お前また翔ちゃんか。もういつまで引きずってんだよ、バカ。あ、お会計任せてしまってすいません。いいえ、私も半分払います。というより私の方が多く払うべきなんですけど。そんなの気にしちゃっていいよ。いえ、こういうのはきっちりしたいので。楽しかったから天樹さんの分も払わせて。じゃあ私も楽しかったので檜山さんの分払わせてください。かなわないな。少しでも好感度上げようと思った。そんなことしなくても檜山さんの仕事っぷりだけで十分好感度高いですから。やっぱり素敵だね、天樹さんって。今日は返したくなくなった。楽しすぎて飲みすぎちゃいましたね、お互いに。大丈夫ですから。私お酒の席でのことは次の日には忘れてるんで。まいったな。じゃあ今度は飲みすぎないようにするからまた誘ってもいい？はい、ぜひ。また終電なくなっちゃうんで失礼します。
スをしたいと思えたのは。どうした？なんかあった？神坂くんだった。勢い任せにやってきたはいいものの、男の人の家に入るの初めてだった。おい、ただいま。何？今日は同棲ごっこでもするつもり？違うよ。檜山さんとのデートがうまくいかなかったんだろう。違う、違うって。私は上坂君とただ会いたくて。どうしようもなく湧き上がってくるこの気持ちは何なんだろう。誰でもいいわけじゃないんだ。神坂くんが欲しい。あんなに触れ合ったのに、もうすでに触れたい。今日タバコ吸わないの？うん、余韻経験してみようかなと思って。こっちおいで。ほら、何それ、かわいいね、天木さん。ごめん、洗面所借りていい？
けど、そんなことを口にしてしまったら。この関係は終わってしまうかも。上坂君。嘘。寝た。上坂君っぽいや。卒アル？バーテンの人だ。現少年の初恋は17歳の時、お相手は同じ年の志保ちゃん。志保ちゃん、字はどうなの？志すに稲穂の穂、ちげえよ、保つだよ。あとは志保に渡せる。ちょっと、もう好きで好きで大好きだったの。こっちが見ててね、かわいそうになるぐらい。志保ちゃんのこと忘れられないじゃん。まさか上坂君の初恋相手が目の前に現れるとは。一体神様は何を企んでいるの？また次の火曜日。ずっと思ってきた人。ちゃんと恋できるようになって嬉しいよ。遊びなら別の人にした方がいいんじゃないですか。結構本気なんだけど。